染み抜き武田クリーニングの事例を紹介する動画です。はい、こちらはピークパフォーマンスのゴアテックスのスキージャケットになります。パウダーガードがついていて、スキー場で快適に着用できるようなアウターシェルになっております。撥水性、防水性、かなり意識した高機能なジャケットだと思います。シミをご覧に入れます。シミはこの部分、背中でございます。それでは詳しくご説明させていただきます。フードのついたスキージャケット、今後ろ身ごろのちょうど腰のあたり、背中のあたりにですね、こういった黒いシミがついております。リフトから落ちた油汚れというふうなことでお伺いいたしました。ピンクの無地になっております。ゴアテックス、若干着用に伴うこうした汚れもこのお色ですから目立つんですけども、気になるのはとにかくこの油汚れというふうなことです。脇下のベンチレーションとか全てのファスナーにですね、止水ファスナーが使われております。はい、こちら前になります。前には特に目立つ色の段差、シミといった類のものはございません。フードも大丈夫ですね。背中だけですね。やっぱり素材を見ていただきます。素材は表素材がナイロン 100%、 裏地はナイロンとポリウレタンになっております。お洗濯液表示はウェットクリーニング、プロのウェットクリーニングとご家庭での手洗い、そしてドライクリーニングが NG になっております。お客様のご依頼によってこの動画が成り立っております。ご利用ありがとうございます。はい、仕上がりましたので状態見ていきたいと思います。ゴアテックスの機能性やお色、そして、質感、風合いを全て保った状態でシミだけを取ることに成功しておりますので、見ていただきたいと思います。こちらですね、シミがあったのは前身ごろでもフードでも裏地でもなくて後ろ身ごろでございました。後ろ身ごろのですね、この辺にちょうど背中のところに黒いシミがございました。ちょっと寄ってみたいと思います。カメラを外して打ってみましょうね。はい、この辺でした。ピントが合ってないですね。どの角度から見ていただいてもですね、シミは残ってません。大丈夫です。綺麗になっております。まだ使用感も少なくて撥水もバッチリ効いておりました。自分がつけてしまったシミではなくて、やっぱりリフトから落ちてしまう、そういったシミもですね、ご相談とても多いので、ご自分で何とかしようと思ってもなかなかね、取れるようなシミでなかったりしますし、それからゴアテックスっていう風な素材を考えるとですね、やっぱり最初からプロにお任せいただいた方がいい結果になるんではないかなというふうに思います。非常に高額なアウターシェルジャケットでございます。ご利用ありがとうございます。詳しくはシミ抜き武田クリーニングで検索してください。